はい、それでは前回の続きを開始します。前回画面上に線を描画できるところまで行いましたけど、今回は画面上に追加した線やスタンプなどを削除する機能および作成した写真の上につけたスタンプや線などが入った作品を保存して iPhone 上のライブラリに保存していつでも見れるようにするという機能を実装していきたいと思います。それでは、ビューコントローラー .swift を開いてください。そして、ビューコントローラークラスの一番下に、次のような技術を追加していきます。delete タブドメソッドを追加していきます。その中にこのような技術をしていきますね。で、まず、delete タブド。これは、画面の下部に、このような、文字の形をしたアイコンを配置しましたけど、これをタップしたときに呼ばれるメソッドになります。ビューコントローラーの方で、ここですね、このコネクションインスペクターで、このディリプトタップと、このゴミ箱のアイコンを紐付けておきましょう。ここですね。で、ビューコントローラー、スイフトに戻ります。で、この中のディリートタップをもう一回見てみましょう。で、いい部分があります。もし、キャンバスビューのサブビューのカウントが1より大きければ、この中の処理を行うということを行っていきます。でこのサブビューズっていうものですけど、このキャンバスビューの持っているサブビューの、リストを 一度に取得することができます。配列として取得できますので、カウント、プロパティにより、いくつ のサブビューを持っているかというのを取得することができるんですね。でキャンバスビューには一番と奥にあるサブビューとしてイメージビュー、背景のビューがあります。ですので、それを除いて、サブビューの数がいくつかあれば、この中の処理を行ってくださいというそういう意味になります。で、レッドラストサブビューですね。キャンバスビューのサブビューズのラスト、つまり、手前奥で言うと、一番手前側にあるサブビューというのを取得します。でとりあえず UI ビューにキャストしておきますね。でそしてこのラストサブビューを画面から取り除いてしまいます。線の描画の場合は以上で終了になるんですけど、スタンプの場合は配列からそのスタンプを削除しないといけません。ですので、スタンプの場合はこのような処理を行います。このラストサブビューがスタンプの型を持っている場合は、このような処理を行うという、そういう意味になりますね。で、スタンプ、ラストサブビューの中から、ラストサブビューをスタンプにキャストします。そして、このスタンプアレイの中からこのスタンプを見つけてやります。そして、インデックス番号を取り出しますね。このインデックス番号が無事取り出せた場合は、このスタンプアレイの中から、このインデックス番号番目の要素を削除してやる。ということを行います。これにより、スタンプの場合であっても、画面から削除されて、スタンプから削除される。これにより、完全にこのスタンプが削除されることになります。はい、それでは実行して動作を確認してみましょう。実行ボタンをタップします。まず、ライブラリーから適当な写真を選択しますね。そして、スタンプの追加を行います。描画します。で、削除ボタンをタップします。このように、線であっても、スタンプであっても削除をすることができました。はい、それでは次、この、作ったスタンプと線入りの写真を保存する機能を実装していきたいと思います。はい。それでは、ビューコントローラーに次のメソッドを記述してみましょう。まず、セーブタップドメソッドを書いてみましょう。これが画像を保存するための命令になります。まず UI
グラフィック、ビニー、イメージ、コンテキスト、ウィズ、オプションをつけ、どこの領域の、写真を、画像を保存するかを指定してあります。領域やキャンバスビューのバウンズサイズによって、どれぐらいの大きさ の画像を保存するか指定してあります。そして、キャンバスビューのバックで不透明であることを指定してありますね。で透明度ではないですね。失礼しました。そして、キャンバスビューの、レイヤーのレンダーインコンテキストで、レイヤーというのは描画領域なんですけど、描画領域をこのコンテキストを使って、処理可能な状態にしてあります。UI グラフィック、ゲットクライアントコンテキストですね。現在の描画処理を行うためのコンテキストを取得してあります。そして、イメージ。イメージをここから取得します。UI グラフィック、ゲットイメージフロム、カレントイメージコンテキストで、今のコンテキストから画像データを取得してありますね。でそして、UI グラフィック、エンドイメージコンテキスト。イメージコンテキストをここで閉じてやります。ビニーイメージコンテキストとエンドイメージコンテキストが次になりますね。この中で、必要な画像を取り出してイメージに、格納してやるという処理が行われているわけですね。そして、セーブの処理です。取り出した画像を、ビューから取り出した画像をフォトアルバムに保存するという処理をこの1行で行っています。まずこのイメージを指定しますね。でこのセーブの中にあるこのメソッドがイメージの画像の保存完了後に呼ばれるということになります。で次、イメージのリディフィニッシュセービングウィズエラーですね。この中でまずアラートを表示しています。このメソッド自体、保存が完了したときに呼ばれるメソッドですので、その中でアラートで保存完了ですというメッセージを表示して、OK というボタンを表示します。OK というボタンをタップしたら、この表示が消えることになります。はい、では、この技術ができましたので、実際に実行して、動作を確認してみましょう。ライブラリーから写真を選択しまして、スタンプも追加します。描画もしていきますね。はい、それではこの画像を保存します。このボタンをタップします。失礼、一つ忘れてました。もうセーブタップのメソッドとストーリーボード上のボタンを紐付けるのを忘れてましたね。このセーブタップとメソッドをこの保存ボタンと紐付けます。で、再び実行してみます。ライブラリーから写真を選択しまして、スタンプを配置していきます。そして、描画をしていきますね。そして、右下の保存ボタンをタップすると、このように保存完了と表示されました。以上により、この写真が iPhone を持っているライブラリーフォルダに保存されることになります。後からいつでもその写真を見ることができるわけですね。はい。以上で、何回かにわたりましたスタンプカメラの制作は終了になります。ぜひ皆さん、このアプリをカスタマイズして、皆さんのオリジナルアプリを作ってみてくださいね。それでは皆さん、以上になります。